実に穏やかだ。かような地があるとは。急いで神禄様のお湯の支度をしなくちゃ。さあさあ、どうぞお入りください。神禄様はじきに戻られます。おや、鎧を着ていらっしゃるので、てっきり神禄様かと。ようこそお侍様。神禄様とは？まさかご存じないのですか？名のあるお侍ですよ。会わせてくれ。そろそろ戻るか？じきに。ぜひ夕餉を共にされて、神禄様の武勲をお聞きくださいませんか？いやいや、危うき戦であった。だが傷一つついていないぞ。ああ、お客人がいらっしゃるとは。よくぞ参られましたな。うん、礼を言う。他に生き延びた武士がおったのだな。とても激しい戦でしたね。浜は血を吸って赤く染まり、あれは思い出したくもない光景です。菰田におったのか？もちろん。ああ、失礼よ。長旅でヘトヘトでして。さあ、湯へ案内させましょう。続きはその後で。さあ、お連れいたしましょう。神禄殿とはどのようなお方だ？あの方がいらっしゃらなければ、今頃対馬は蒙古に乗っ取られてるって聞きました。太刀を携えてはおらんのか？武具は民に譲って大事な馬だけを残したとか。馬屋によりますよ。湯は後でよい。馬を見てまいる。バグはよく見るものだ。これはダバだ。戦向きではない。この蔵は樋口殿のものだ。神禄は武士ではない。口を割らせるか。
人禄はどこだ。先ほどお出かけになられましたよ。火球の用があるようで。探すか。話がある。なぜ逃げる。止まれ。よせ。まだ間に合うぞ。殺したくはない。諦めろ。この俺と。ああ、やるしかねえんだ。望みならば受けて立とう。降参だ。すまなかった。お前は何者だ。何者でもねえ。どこにでもいるただの百姓だ。お前は武士の名を語り、その名を汚した挙句、あの女衆を騙しておったのだぞ。分かってる。頼む。五将だから殺さないでくれ。集落には二度と戻らねえ。行け。次にその鎧姿を見かけたら容赦はないと思え。知れ者め。女衆にも知らせねば。